ミナレット。ミナレット、ミナレットは、モスクやマドラサなどのイスラーム教の宗教施設に付随する塔。塔の上からは、イスラム教徒に礼拝、サラートを呼びかけるアザーンが流される。初期イスラーム世界では、ミナレットは、イスラームの権威の象徴となっていた。ミナレットは、アラビア語で、木、光を灯す場所を意味するマナーラ。マナーラが英語に転化した言葉である。 アラビア語では、光、ヌール、火、ナーラから派生したマナー、マンハーあるいはマナーラ、マナーラのほか、アザーンを行う場所を意味するマーザナと呼ばれることもある。トルコ語では、ミナレ、ミナレと呼ばれ、エジプトやシリアでは、マダーナ、エムエイドナ,ーナ、ミダーナ、ミドナ、北アフリカでは、サウマーン、ソーマエーとも呼ばれる。南アジアでは、ミーナール、ミナーとも呼ばれる。日本語では、コー 戦闘王と訳されることもある。起源については不明であるが、シリア地方のキリスト教の教会に付設されていた、主牢を転用したとする説があり、また根源から、シリアエジプトの沿岸部にあった灯台や砂漠に建てられた目印の塔を起源とするとも考えられている。七世紀の時点では、ミナレットは建てられておらず、礼拝の呼びかけは屋根の上で行われていた。年に、 ウマイヤ朝のカリフに即位したワリード一世はマディーナ、メディナの預言者のモスクの改築を行い、改装されたモスクの四隅に一辺4メートル、高さ25メートル長のミナレットが備えられていたと伝えられている。8世紀から10世紀にかけて、角柱状の塔がイランからイベリア半島にわたる広範な地域で建てられ、スペインの南部には、 キリスト教教会の首労に転用されたミナレットもある。9世紀の一時期には、イラク、エジプトでマルイアミナレットなどの螺旋状のミナレットが建てられ、それらのミナレットは、バベルの塔をモデルにしていると言われている。11世紀に、中央アジア、イランに、円柱状の塔が現れ、12世紀以後に2期1体の、型、ドミナールが流行した。セルジュク朝で考案された、ドミナールは、 イランから離れたインドやアナトリア半島に伝播する。デリーのクトゥブミナールには、円柱状の塔、ヒレ状のフリンジ、アラビア語の名文、ムカルナス、そしてドミナールといったイランの建築様式の影響が見受けられる。15世紀のオスマン帝国時代に細く、先が尖った鉛筆型のミナレットが主流になる。オスマン帝国はイスタンブールの 聖ソフィア大聖堂をモスクに転用した後、四本のミナレットを増築している。イラン、トルコなどの地域で複数のミナレット建てられたことを契機として、ミナレットの役割は従来の礼拝の呼びかけを行う場から建築装飾に変化していった。ミナレットは、モスクのミフラーブを主軸とする戦場に建てられることが多いが、中庭の片隅や門の両脇に建てられることもある。 大モスクのミナレットは高く凝った装飾が施されているのに対し、住宅地や集落のミナレットは低くずんぐりしたものになっている。シリア、北アフリカでは、角柱、イラク、イラン、トルコでは、円柱のミナレットが多く、エジプトに多い石柱型のミナレットは長方形の、土台に八角形と円柱の塔を積み上げ、角柱と円柱の間の部分に壁画が描かれている。イラン、 中央アジアに建設された角柱状のミナレットは、基部が発掘されるだけに止まっており、実際の塔の高さや形状は判明していない。北アフリカでも、一時期円柱のミナレットが建設されたが、時代を通して、初期の様式である角柱のミナレットが好まれている。9世紀前半に建てられたカイラーアン、ケルアンのミナレットは、同時の螺旋型のミナレットや前時代のシリアのミナレットと異なり、 三層の拡柱を積み重ねた形状をとっているが独特のミナレットの形は古代ローマ時代の灯台をモデルにしていると考えられている。ミナレットの頂上に円錐状の屋根を乗せるオスマン様式のミナレットは先に円錐状の屋根が取り付けられていたボトからの影響があると考えられている。オスマン帝国の領内ではオスマン様式が流行する前に建てられたミナレットの 上に新たに鉛筆型のミナレットが増築された例も確認されている。1986年にパキスタンのイスラマバードに建立されたシャーファイサル国家モスクはトルコ人建築家が設計を手掛けたため銀色のオスマン様式の戦闘が4本建てられている。日本の東京ジャーミーはトルコ共和国の所有地に建てられているためオスマン様式の戦闘が建てられている。 門の両脇に一体のミナレットを建てる様式は、ドゥミナールと呼ばれ、対称性によって、モスクの入り口が視覚的に強調される。ドゥミナール様式は、広い地域に普及したが、やがて中央アジアでは、建物の隅に体になる塔が建てられるようになり、15世紀にドゥミナール様式が廃れたアナトリア半島では、敷地の隅にミナレットが建てられるようになったエジプトでは、 ドミナール様式が採用されることは少なく、モスクに複数のミナレットが建てられている場合、ドームと並ぶミナレットの高さを強調するために、それぞれが異なる形をとっている。遺体が安置された場所の上に建てられる冒頭は、内部が空洞になっているのに対し、ミナレットの内部には昇降のための階段が設けられている。時代が経つにつれて、ミナレットの形が 角柱から円柱に変化していった理由について、円柱型のミナレットの内部に設けられた螺旋階段が、塔の強度を高めていることが挙げられている。ミナレットの中の螺旋階段は上る階段と降りる階段が分かれた二重構造になっており、15世紀のオスマン帝国では、階段板を120度ずつ組み込む30の螺旋階段が出現した。11世紀の後半から、 塔の縦方向の境界となるフリンジをつけたミナレットが現れ、塔に取り付けられたフリンジは光、太陽の象徴だと考えられている。また、11世紀のイランで発展したムカルナスの技法はミナレットの軒飾りにも取り入れられている。スペインのコルドバの大モスク、メスキータは、レコンキスタの後にキリスト教の境界に転用で、16世紀末に、 モスクのミナレットが嵐によって破損すると、修復工事の際にミナレットの上部にルネサンス様式の装飾が加えられた。ミナレットは1日に5度行われる礼拝の呼びかけ、アザーンの場となるほか、要人の死を知らせるためにも使われていた。サファビー朝以降のイランではシーア派が国境に採用されたため、アザーンは e ン。 門の上のゴルダステと呼ばれる小屋で行われるようになり、ミナレットは建築物の装飾の一つとなる。近代以前はアザーンを呼びかける人間、ムアジンが肉声で礼を呼びかけていたが、多くのモスクでは礼廃室に設けられたマイクを通して、スピーカーからアザーンを流している。スピーカーの普及が進んだ事情に加えて、本来のモスクにはミナレットは備え付けられていなかった歴史的な経緯。 建築費の抑制という点から、ミナレットの建設を不要とする主張も出されている。北アフリカでは、ミナレットは、イントン書を意味する、サウマアーアと呼ばれているが、これは、ミナレットの中に構想が宿泊する、小部屋が設けられていたことに由来する。イランのケルマーンの東のカビール砂漠には、崩壊しかかったミナレットが一定の間隔を置いて、立っているが、これらのミナレットは、 のろし台として使われていたと考えられている。ミナレットのふもとにあるモスクでは、国家の支配者を明らかにする、ふとば、説教が行われており、高層建築物は一種の権力の象徴になっていた。こうした支配者の意図を逆手に取り、民衆がミナレットを抗議活動の場とすることもあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。